天気ですね。ね、暑いぐらいですね。暑いね。外はね、うん、車がやばいですね。もわっとして。うん、でも爽やかな。爽やかなね。雨すごかったもんね。なんかすごかったね。ねねあどうもこんにちは。こんにちは。1時間今日はね遅めのスタートでございます。はい、ちょっと遅いスタートですが始めますかね。はい。ねはいはい、じゃあなんだっけ。地蔵編みラジオ室今日は85回目でございます。すごい、あと15回だ。すごいね、すごいね。100あれあと15回、15回そうすぐ桁間違うから間違ったかと思っちゃった。85回目、うん、すごいね。じゃああとでもまあざっくり3ヶ月かね。そしたらそうですね、それぐらいで、うん、なんとまあ、ね、すごいね。100回やればなんかもういいね。あ、うん、お二人とも爽やかコーデをお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね名線来てる。今日は名線ですね。二人は名線二人は名線二人は名作って漫画ありそうだよね。あ、まあ、なんか二人はプリキュアです。プリキュアだ。そうだそうだ、二人は名作。いや気持ちいい、一重が気持ちいい。一番気持ちいい、ね。うん、そうだね、うん、ちょうどいいね。そう、真夏日だっていうからさ、一重でも暑いかなと思ったけど、うん、そうでもないね。ちょうどいいね。ちょうどいい、まあ、まだ湿気がそう、そんなにないというか、うん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 、そうだね。でもなんかこの間の雨の後でね、うん、湿気というか、そうだね、雨だって砦の方結構やばかったね。砦でだいぶ浸水したお家いっぱいあるみたいですね。うん、富士城ですね、あそこはね。あ、そうそうそう、そう、私も地図でね、どこなのかなって、ね、でも調べたら、うん、やっぱ牛久沼と五海川に挟まれた地域。あ、そりゃそうなんだよね。でもなんかみんなね、こんなずっと住んでたけどこんなの初めてって言ってたから、うん、そうね、ものすごい雨降ってたからね。すごかったよね、うん、なんか短時間の雨量がやっぱりやばかったな、うん、やばかった。つくばのあたりも、つくば、あんみ、いなしき、うんうん、あの辺もすっごい、そうだね。あと、鉾田だって車流されて。そう、そう、鉾田はね、なんかね、通行止めが結構あったみたいで、うん、私もその鉾田の中心地に行ってないからわかんないけど、ちょっとくぼみになってるからね。そうそうそう、ね、あのくぼみになってるところが、なんかあの霞がねあるんだけど、うんうんうん、そこがもう霞営業できないぐらい駐車場がもう水没してたっぽいよ。私もちょっとあの茨城新聞ニュースみたいなで見ただけだけど、うんうん、ね、うん、あるところね、皆さん被害大丈夫、ね、大丈夫でしたでしょうか。ね、水は怖いよ。水は怖いです。てか降りすぎだよね。なんかもうちょっと極端だよね。もうちょっと私にね降っていただければ、うん、待って、あの梅雨まだ入ってないんだけどさ、うん、そうだね、梅雨入り前の、うん、なのに、うん、梅雨分は降ったぐらいの。そうだね、そうだよね。なんかさ、本当あの稲大丈夫かなって、そうなの、あの田んぼがさ軒並みさ、なんかぜあの何4つぐらいの田んぼが全部1個みたいなさ、そうこの辺もそうなってて、そう全部なってるよね、一体化しちゃってるよね。私もあのナーバでしょ、ナーバ心配になっちゃってね。ナーバも心配だし、あの、ね、世の中全体的にね、今年米は大丈夫なのかしら、かいくら水にさ使ってるさ、ね、そうやつって、ね、やつとは言ってもさ、あんなにさビチャビチャになっちゃってさ ね、とか泥水、まあまあ泥水は泥水なんだけどさ、うん、ね、でもとても心配になる。心配だよね、うん、そう、なんかそうだ、昨日ねすごいあの上品なマダムのヘアメイクと着付けをしてたんですけど、うん、あの、まあ、東京からいらした方で、うん、まあ、この辺田んぼがいっぱいあるじゃないですか、うん、でカエルさんも苦手って言ってたから、そう大変で、そうカエルまみれですよって、カエルはいっぱいいるし、あの田んぼにはオタマジャクシもいっぱいいますよって言ったら、うん、あ、でもオタマジャクシが住めるってことはすごい綺麗な水なのねみたいなことを言ってて、うん、でもオタマジャクシも住めないようなさ水とかさ、その農薬をすごい撒くなんてことはあのありえないじゃないですか。そうね、田舎の人の感覚としてはそうだ、ね、そんなにオタマジャクシを住めないぐらい農薬をつけたらその米は食えないよと思って、こっちもやばいよ。そうそうそう、なんかね、でも可愛いなと思ってね、
そうそうそう、可愛かったんです、すごく感覚がね、やっぱ田舎のあれとは違 う, そ う, そ う, そう、ね、やっぱり都会の方も面白かったな。まあ、玉弱者ね、まあ、泥水でいらっしゃいますけど、ね、そうそう、ね、そう、でもカエルとかもめっちゃ流されちゃったんだろうなと思って、なんかね、霞ヶ浦大橋渡るときにこうなってる、うん、結構大きめなね、うん、鳥獣戯画の絵みたいな感じにこうなってて、でも幸い引かれてなくてこうなった状態で、かわいそう、腹出てそう、絶命、白い白い、すごい絶命っていう感じでね、仰向けになってるのがいて、鳥獣戯画だと思って、カエルもいっぱい流されちゃったよね。そうだね、水害の後はね、カメとかもね、普段いないところに、ところに、そうそうそう、あ、カメとか普段いたんだなと思うからそう、意外といるんだよね、意外といるんだよね、普段見かけないけどさ、実は生息してね、カエルさんもカメさんもさ、いっぱいね、うん、いるんですよ。みんなね、顔大変だったもん ね, ね、パニックだよね。そうだね、洪水のあとね、あと魚もやっぱりいろんなところに行っちゃったし、うんうん、そのさ、池の中で 飼われてた鯉とかもやっぱりさ、あ、そうかそうか、全部ほら水になっちゃうから、うん、ね、どっか行っちゃう、だから結構迷子の鯉の話とか聞いたかもしれない。そういえば見つかんないよな、見つかんないよね、そんな迷子の鯉でもほらね、だって錦鯉なんてお高いじゃないですか。そうです、そうです、うん、ね、うん、そう、今回はね、あんまりあの山の方、うんうん、内陸が雨じゃないからさ、うんうん、あんまり手で降るとあの、そうだね、またね、牛流れてくるから、そうだね、そうね、でも小海川も昔はやっぱり牛が流れたっていう話をよく聞きましたね、私は聞いて育ちましたね、うん、中川は、うん、未だに2年前ぐらいのあの大水の時も牛、うんうん、牛流れて、牛さん、ね、そう、牛さんが佇んでるみたいな、白里のあたりで佇んでて、うんうん、でもまああの牛ね、やっぱりこうあれついてるから、うん、ちゃんと無事に戻したとか、ね、よかったよかった、牛どんな感じで流れてきてるのかなと、ね、よく溺れないでね、やっぱりね、そうだよね、牛は多少は泳げるのかね、どうなんだろう ね、もう全然わかんない、泳いだことなんかないだろうね、ないよねだけどまあなんかこうあまりこう、うん、慌てず騒がず流れに身を任せた牛は助かったのかなみたいな、ジタバタすると、ね、溺れるとジタバタしちゃって そ,、ね、それが結局だけど、体力使っちゃうからね、うん、そうじゃなくてこうもう、そうだね、流れてった方がでもなんかさ牛とかもあんまりこう身をこう、人間とかだったらこうやってさ、うんうんうん、頭をね守るようにして流れてった方がいい、牛とかどうすんだろうねなんかね、そういうことを考えるね、お、浮いたぞってなるんだろう ね、どういう気持ちで上がってくんだろうとかでも水がさ寄ってきちゃったらさ、牛もちょっとは逃げるよね、きっとね、あ、やばい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 あ、でもそっか、つなが小屋に行ったら、あの小屋の中ではそうか、柵があるけど、うん、あれだよね、でもきっともうそういうのもろともそうだよ、もろとも流れてっちゃうもんねそうだよね、笑い事じゃないんだけど、想像しちゃうよね、牛さんの気持ちみたいな、うん、そうだね、とか犬とか猫とかもさ、うんうん、そう、猫はどうしてたんだろうってすごい思ったんだよね、でも水が引くとどっからともなくさ、うん、出てきてさ、ね、なんか身を守る術を知ってるのか、ね、逃げたのかね、うんうん、猫だって水嫌いだもんね、やっぱりお風呂とかさ、そうだよね、うん、嫌がるし、どうしてたんだろういろいろ考える、考えるね、そうだね、水と生き物、水と生き物、本当、うん、でも怖いね、うん、水は怖い、本当に怖い、うん、程よくやっていただきたい、そうですね、程よく晴れて程よく雨降って、そうそうそう、ね、作物が上手に育って、そうそうそう、立派に収穫できてっていうのを、ね、そういうのをね、うん、昔から願ってるんです、そうですね、そうですよ、もうなんか、うん、
そうだね、雨をこう収める何か祈りを捧げた方がもういいんじゃないですかね。雨乞いはもういらないじゃない、今の日本にはさそうね、今のところ、うん、でもどうなんだろうね、うん、でもわかんない、そんなこと言ってたら今度日照りが続いてみたいななるかな、なるかな。ちょっと最近毎年さ、うん、多いじゃない、こうどっかしらでさ、うんね、起こってさ、今回なんて本当全国的にさ、うん、降ったわけで、だって毎年だとさ、もう国も対応できないよっていうさ、そうよね、うん、ねえ、うん、災害対策だっていくら水はけを良くしよったりとかさ、治水を考えてもさ、それを上回る量が降ってきたらさ、うん、そうなのよ。東京もだってね、だいぶ危なかったじゃないですか。東京ね、結構危なかったね、うん、ね、あちこち冠水、善福寺川、ね、そう善福寺川、目黒川、黒川、そう、あとなんだっけ、他もだよね、うん、いろんな、まあ、綾瀬の方いっぱいさ、うん、東京ってちっちゃい川実はすごいめちゃめちゃ流れてて、で、うん、全部こうちょっとこう、まあ、住宅とかの都合もあるし、うんうんうん、狭くなっちゃってるから、ね、そうそうそう、めっちゃ溢れてるんだよね、こうね、ね、っきり、そうで、目黒川臭かった、すごい臭かったっていう、ね、なんかあれってなんかその汚水がね、汚水がな、うん、もう出すシステムになっちゃうんでしょ、うん、そのそうそうそう、ああいう時はそうだから、ね、しょうがないっていう、大変だよね、うん、やだろうね、ねね、だからまあね、うん、水出るとその衛生上の、あ、そうですそうです、あの、うん、井戸水使ってる人とかはもう全部水質検査しないともうダメだし、そうだよね、うん、あとはそのさ、乾いた後のさ、今日なんて晴れてるから、うん、乾いた後のホコリを吸い込むなって言われて、はいはい、そこにね、いろんなものが混じってるから消毒しないとダメだし、ホコリっぽいんだよ、とにかくどこもかしこもさ、うんうんうん、泥がさ、うん、そうだね、しかもあのなんていうの、川とかから流れてきた泥って細かくて、うん、洗っても洗っても粒子が細かすぎてなんか残るのね、うん、私食器をさ洪水の後に洗って、うん、あの消毒、煮沸消毒を 2,3 回して普通の消毒もさ、ハイターとかもやったのに、うん、それでもなんか何回洗ってもちょっと細かい泥が出るみたいなね、なんかもう怖いなと思って、嫌だね、怖いね、なんかもう浮き出てくるみたいな、そうで、煮沸はしないとなんか菌的なものが怖いと思って、うんうん、ね、そうだからプラスチックの食器は全部捨てて、うん、その丸洗いとか煮沸できないものは捨てて、うん、で煮沸消毒をしたら下で煮沸に弱くてなんか割れた食器とかもあって、あ、そうか、煮立てた時にそう割れちゃったりとかもあって、いろいろうまくいかないしだからそういうことにならないのが一番いいってことだよね。すごいね、大変だったかな。あと、まあ、紙とか布はまあダメだね、もう、そうだね、泥になっちゃうとまあダメだね。紙もめっちゃ洗って、で私 CD がいっぱいさ1階に置いてあってさ、うんうん、CD 自体も洗って、うん、乾かしてすごいプラスチック磨くやつで超きれいに磨いたら大丈夫だったんですけど、うん、であの、あの歌詞カードとか、はいはい、あれが残したいじゃないですか、うん、あれもさピタッ、そうだよね、ピャーってなってピッとブブブブってなっちゃうから、あれも一回水につけて泥を落として、うんうん、でその後一枚一枚の間にキッチンペーパーとかを挟んで新聞紙でこう押さえて数日間干すみたいなこととか、うんうん、大変、そうやってみたけど、まあでも汚いし、まあ、ちょっと若干臭いし、あ、まあねっていう感じです。まあ、大事なものだしね。なんかね、ジャケットないの悲しいなと思って、うんうん、なんかそれで乾かしたやつが、まあ、でも汚い、まあ、ボロボロだから、でも何かにこれをなんかこうコラージュみたいにして何か作ろうかななんて思って、その紙だけ無駄に取ってあるんですけど、うんうん、何もしてない。もうそこから何年経ったか。まあまあね、そのうちに。そうそうそう、そんなこともあったなと、そんなこともあったなって、で、まあ、すぐ捨てちゃうの、何でもかんでも泥まみれだからもう捨てたくなるけど、うん、まあ、でも捨てないで取っとく方法もあるよっていう、うん、そうだね、レコードとかもだ洗えば大丈夫、あ、そうなんだ、洗って、うん、水洗いして乾かして、うん、でレコードはあの針落とすと溝が綺麗になるから、はいはい、ああ、なるほど、じゃあ引いて、そうそうそう、あの、そうそうそう、レコードクリーナーで一回拭いて、うんうん、その後針落として全部聞くと結構聞ける、
ていう優秀、うん、レコードは ね、 レコード優秀だね。あの CD はさ、なんかやっぱりプラスチックだしさ、うんうん、あの何十年か経つとやっぱ聞けなくなるって言いますね。そうなんだ。そうなんかね、うんうん、読めなくなっちゃうみたい。そうそうそう、うん、そうなんだよ。そこにレコードはね、うん、の方がだから多分あの日にさえ当てなければ、うん、日に当てるとねグニャグニャになっちゃうけど、うん、なんかブルブルね、日にさえ当てなければねレコードの方が多分長持ちするんじゃないかな、シンプルだからって思ってます私は、うん、ね。そうそう、ね、CD プレイヤーがこれから絶滅する可能性もあるじゃない、だって。あ、確かに、うん、ね、なんかまあ絶滅まではいかないかもしれないけど、うん、でもね、ね、可能性としてはあるよ ね、 ね、うん、CD なくてもいいもんね。そう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 、ね、でもなんかそうだからなんだろう、そのいやでもそうするとさ、うん、物が残らないってさ、うん、寂しいなって。いや寂しいよね。私もそう寂しいしさ、なんかちょっと前にツイッターで見てさ、うん、そのまあ、若い子がツイートしててお母さんになんかね、そのサブスクとかで手元に何も残らない、ね、今こんなに便利なんだよって言ったら、うんうん、でもそれって寂しいねみたいな。そう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 、手元に残らないんだって。そう、毎月お金を払ってるのに手元に何も残らない地獄のシステムだねみたいな、ね、そういう、そう確かにみたいな。そうそうそう、ね、価値観の違いっていうのかなとは思うけど。そうそうそう、まあね、でもそうサブスクにも入ってない曲結構あるあるある。そうマニアックなのはもうないからないし、やっぱりね、あとやっぱ手元に置いときたいとかさ。そうそうそう、ね、CD とかだとそうボーナストラック的なのにさ、うんうんうん、あと隠しトラックみたいなのがあったりするあるじゃないですか、うん、あの楽しみを知らないのってちょっとかわいそうな気、かわいそうっていうか、世代の違いなんだろうね。世代の違いだろうね。うんうん、そうなんだよね、うん、いろんなね曲を聴けるのはいいのかもしれないけど、うん、まあ、羨ましいなと思うけどさ、うんうんね、お金もそんなにかからないで、うん、あんなに楽しめるんだもん ね、 ね。1枚の CD をさ3000円ぐらいをさ、どれを買うかでさ、月に3枚ぐらい買おうかな、どうしようかなみたいな。そうそうそう、 ね、 ね、コツコツね、お金を節約していたのに、そのために視聴はしてみたいな、そうそうそう、視聴してとか、いろんな情報を集めて、ね、集めてね、そうだよ。今ちょっと試し聞きしてみたいなね、うん、そうそうそう、とかこれは誰かが買いそうだから私は違うの、ああなんかそういうのあるよね、なんかこうお互いに貸し借りしてみたいな、コンプリートみたいなの、ね、うん、あちいさんお久しぶりでーすね、うん、そうそう、ベコがさ、うん、扇風機に、ね、揺れてすごい揺れてるの、本当だ、すごいかわいい、かわいいね、揺れてる ね、 ね、あのベコよく揺れる、そうだね、軽いのかな、首がふわんふわんしてる、ね、あちょっとぼんやりしてるんですけど、はい、足痛い、そうですね、うん、なんだっけな、なんか言おうと思ってて忘れちゃった、なんだろう、なんだろう、なんですかね、なんですかね、なんですかね、ちょっとぼんやり、あの思い出せないことっていろいろありますよねあるね、なんかあれこれやろうと思ってたのになとか、何かやろうと思ってたことは覚えてるんだけど、なんだっけ、なんだっけって動いてすぐ忘れるから、そう、うん、一回戻ってみたりするそうだね、とりあえずその位置に戻れば元いた場所に戻るってそうだよね、そうそうですね、ね、もう6月になっちゃった、はい、6月ですね、はい、5日目半期が終わり、終わろうと、早くない、この間正月だったよねそう正月でしたね、この間、この間だよね、はい、お正月ですね、そうです、もう6ヶ月も経つの、6ヶ月経ちましたね、経つんだね、うん、そうです、早いですね、夏来る、ね、夏が、はい、もう来て、だいぶ来てるんじゃないですか ね、 だって今月21日になれば夏至ですからね、うん、夏至がやってきますね、夏至、夏ですね、夏に至ると書いて夏至、うん、夏が来ます、ね、日が一番長くなりますけど、うん、まあ今ねもうずいぶん日が長くなって、日が長いね、そうだね、うん、日が長いとのんびりしちゃうね、やっぱり、うん、そうだね、うん、気づくとはこんな時間だってなるもんね、うん、うん、夏、朝も早いしね、なんか朝早いね、すぐ明るくなってる、うん、そう、一日が長いよね、うん、長い、うん、だからといって何するわけじゃないけど、そうだね
眩しいなって思いながら朝寝てたりとかそうですね、うんうん、今あ明日あそうだね、どうしもう早いな、そうそう、いっぱいこう種まきの頃、うんうんうん、まあ入梅ですね、うんうん、ちょうど入梅、うん、で紫陽花の季節、紫陽花も咲き始めてますね、咲いてだいぶ色づいてきて、ね、うん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 、紫陽花って面白いよ ね。そう、紫陽花、うちにも庭に紫陽花が結構植わってるんだけど、うんうん、うちの紫陽花は結構青っぽい、だから酸、うんうん、土が酸性なんだと思うんだけど、ね、うんうんうん、その結構若い芽を、あの株を、うん、うちの母が切って、うん、あの水に入れて、うんうん、お仏壇のところにやってるんだけど、うんうん、それは、うん、どんどんそこでもまあ成長するんだけど、うんうん、白いの、へー、だから今日ね、なんかこの水が中性なのとか思って水だね、そう、多分水だよね、水だね、うん、あと日に、ね、あのお日様に当たってないからなんかそういう作用もあるのかなとか、うん、なんか今日ちょっとふと、それ自由研究じゃないですか、そうなの、完全な、で母に、うん、あんたさ本当にあんた若い時に、うん、なんでそれやんなかったのって言われて、そうでしょうって、もっと勉強しておけばよかったそうなんだ、うん、同じ株でもじゃあ切って、まあそのそこに置いてるのは色があまり薄くしかで、ほぼ白に近い感じ、その不思議、あのね今、うんうん、この間の大雨で、うんうん、の下の方の株がさ、うんうん、ちょっとこう雨の重さで、あ、うんうん、あの下に倒れちゃったからちょっと切って、うんうん、玄関の外にバケツに入れてんだけど、うんうん、で今日それをちょっと持ってきて水にただ浸してるんだけどね、うん、このブルーが全然出てこないの、へえ、そうなんだ、ちょっと青いよね、ちょっと青紫なんだけど、うんうん、これがもっともっと鮮やかな色になるんだけどね、うんうん、全然なってなくて不思議、ちょっと気になっちゃったから、ちょっとうちでもなんか、ね、私も個人的にいろんな場所に置いてみたりとか、いろんな別の水とかでやろうかなみたいなそうだね、ちょっと酸性を強くしたりとか、でうちの土は、うん、多分酸性だから、まあ、基本的にうちにある青、うん、紫陽花は青っぽい、うん、だけど、うん、お向かいさんの家は赤いあそこの土はアルカリとか思って、不思議不思議、うん、土って何がある、なんか何性が作物が育つとかもあるよね、ね、きっとね、あるよね、でも日本は基本的に酸性が強いみたいなのを聞いたことがある、だから紫陽花もヨーロッパの方に行くと赤いのが多いとか、へ、うん、水も多分さ物質が違うから ね、うん、ね、ちょっと弱酸性とかなんじゃなかったっけな、硬水と軟水での成長の違いとかそうだね、水と何考えてんだろう、でこういうことをね、本当、うん、こういうことを考えつつ、うん、また別のことも考えて、うん、ですっごいこう見た目ぼんやりしてるんだけど、うん、脳が忙しいんですよ、忙そうだね、考えちゃうよね、うん、そうだね、アジサイなんかそうなったらもうアジサイがいっぱい咲いてるところとか行ったらもうパニックじゃないですか、なんか、そう、だからいろんな色のがパニックだよ、だから普通にこの辺だとあのホワエンとかさあのアジサイめちゃくちゃ綺麗じゃない、ね、まあ、あの品種によってはアナベルとか白いからとかっていうのも分かるけど、ね、でもいろんな色もあるじゃん、そう、いろんな色もあるよ、ね、だけど一つの株からもいろんな色出てるのとかもあるじゃん不思議だね、でもね、大混乱、だから理科の先生一緒に行こうみたいな、紫陽花でもそういう研究してる人いるよね、絶対ね、うん、いるし、ね、で紫陽花っていろんな品種改良とかしていろんなのを作ってるでしょ、植物は面白いよね、植物面白いですよ、そうだよね、色もなんであんないろいろあるんだろうとかさ、ね、だってそのさ色を変えることでこれ受粉しやすいとかさ、その虫にさ、うんうんうん、何が寄ってきやすいとか、うんうん、絶対なんかその利益がメリットがなかったらさ、あいつらもいろんな色にならないわけじゃん、うん、植物とかって、ね、そこにいるしかないからね、そうそうそう、ね、すごいあの考えて行動してる人たちじゃないか、その子孫がさ、うんうん、進化していくっていうかさ、頭いいよね、頭いいよねそうなんだよ、だから絶対なんか理由があるはず、うん、すごいね、
まあ、お江戸時代のアジサイもすごい種類。あ、そうなんだ、江戸時代から。あ、でもそっか、すごいね、やっぱその頃からアジサイとか、まあね、朝顔とかもなんか江戸時代とかやってそうだよね、うんうん、しかも朝顔もいろいろあるね。朝顔もいろいろあるね。朝顔の色の違いもなんだろう、なんだろうね。やばいね。だって同じ種もらってさ、学校で育ててもさ、なんか違うようになったりするよね。するね。ね。朝顔ね。栄養の違いとかいろいろあるのかな。ね、気になりだした。やばい。そうだね。あと今日さ、うん、なんか朝の、まあ、ニュース、天気予報の時、うんうん、あのいろんな天気、うんうん、気象予報士さんが、うんうん、まあいろんなところ行って中継で、うんうんうん、今日上層にできた、うん、なんかトマトの工場、うん、へえ、ほぼフルオートメーション化の、へえ、すごい栽培、水耕栽培みたいなことかな。で、うん、すごいあの全部収穫とかももうほぼ、うん、へえ、すごいんだけど、そのなんかトマトの話になって、うんうん、母とね、うん、でトマトってね頭いいんだよとかうちのお母さん言い出して話しかけると、うん、その通りになるみたいな。で何月何日頃に君たちは、うん、あのちょうどいい感じになって収穫だからねみたいな喋ったら、本当にその時期にバッと落ちるとか言ってて、いや本当かどうか分かんないよ、本当にうちのお母さんが言ってたんですけど、うちさ、じゃあトマトとあんまり仲良くなれないのかも。なんかトマト難しいんだよね。でもトマトを話しかけるといいって。そうなんだ、うん、確かに知り合いにトマト農家がいるんだよ、うん、ですごいめっちゃ美味しいトマトをね、うんうんうん、育ててるんだけど、うん、そこの人の話からだろうから、うん、そうか、でもトマト頭がいいって言って今日なんかそんな話をしてて、なんかトマトはさ、あんまり水をやっぱりあげない方が甘くなるとかさ、あ、はいはい、もともとがアンデスとかなんかあっちのあんまり水がないところの生き物だから、うんうんうん、あんまり水をあげない方だから、水があんまり多いと腐りやすかったりとか病気になりやすかったり、水をぎゅっと自分で頑張ってこう溜めて、そうそうそう、でそっちの方が甘くなるみたいなね感じでさ、でトマトを育ててみた年がね、うん、あったんだけど、ミニトマト、でもやっぱりなんか水が多かったみたいで、うん、ちょっと腐ったりとか病気が出たから、うん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 、なんかいろいろうちも傘をさ上にさしてみたりとかしたんだけどさ、うんうん、ダメでさ、ミニトマトはともかく普通の何中玉とか、 はいはい、あれはほんとなかなかできなくって。そうなんだ、難しいんだあいつら。なんかね、わかんない、うちがうまくいかないのかわかんないけど、私はそんな育てるのが ね、あんまりうまくできないんだよね。そう、しかもさ、このさトマトって意外とだから実がこうできてきたなって思ってもずっと緑でなかなか赤くなんなくて、うん、結構時間かかるんだよね。そうなんだ、うん、だからその毎日じゃ話しかけが足らなかったのかしら。そうですけど愛情不足なかなか赤くならないなと思って、いつ赤くなるのとか聞いてみたら、生命力はあるから、うん、結構その腐っちゃった時も、うん、落ちたトマトから、うん、またさ、そこから新しいのが生えてきたりとかしてて、まあね、種もあるもんね。そう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 、なんか生命力すげえなと思ったんだけど、植物って面白い、うん、キュウリはなんか素直にジャンジャンできるから、うんうん、水さえあげてでももうひどい勢いでできてくるからお化けみたいになるね。そう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 、あのちゃんと見てないとすごい勢いに巨大化してる、ね、そう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 、あれすごいよね、あれどこあれ最大どこまで行くんだろうね、なんかついに爆発するのかなっていうぐらい、あでも割れてくるよね、うん、あんまり行くとね、本当ヘチマかみたいな、そう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 、すごいのがさ、だからなんか毎日こう見てあのできてたら撮るようにしてても、うん、見落とすんだよね、うん、見落とすよ、そうで見落としてなんかあーみたいなすごい巨大のアイコンのまたでかいの作っちゃったって言ってすごいの ね、 ね、すごいできる、お父さんがたまにすごいのボーンってほったらかしてるでかいのはね炒めると美味しいです、うん、あーだからヘチマと似てるとかね、煮ても美味しいかな、なんかあのそうだしとかで煮て、沖縄料理ナベラの味噌炒めとか、うん、あるある味噌汁とか、ね、私ナベラ大好きなんだけど、うんうん、それに似た感じだよね、多分感じになると思います。宮城の鹿島台にあるデリシャストマトが
吸水を極力制限して糖分を上げてるみたいで、すごく甘くて美味しいです。やっぱり水だ、水を、ね、でもその加減が難しいよね。あんまり水あげないのもね、なんか大丈夫なの。そうね、なんかどうして水あげがちだよね。ね、うん、それで、あのサボテンとか食べるやつでしょ。確かにサボテンなんて、あの水のないところでさ頑張ってんだから水いらない。そうなんだよね。そうなんだよ。でもついやこうつい、ね、かまいたくなっちゃうね。かまい方にもいろいろあるんだね、うん、そう、だから相性があるよね、その育てられるさ植物もさ、うんうん、なんかあまりかまう人は多分サボテンは向いてなくって、うん、もうちょっと手がかかる植物の方がいいんじゃないかなって思う、うん、なんか様子ちゃんと見てあげたりとか、うんうん、葉っぱにもシュッシュッてやったりとかさ冬はちゃんと保温するとかさ、うんうんうん、あとなんか観葉植物もなんか自分のメンタルとかが弱ってたりすると枯らしますね、うん、私はなんか、うん、まあ、だから気が回ってないっていうか、まあ、そういうことだよね。 そっちまで注意が向かなくなっちゃったりして、気づいた時にはみたい、気づいた時にはあーってなんか何年も育ててたのになんでこうなったみたいなね。あ、急にお別れになるからなすごい悲しい悲しいあ、これ誰々からもらったやつだったのにやっちゃったとかね、結構あった、ありますよ、うん、あるある、そうです ねさっきいや普通にアンデスって言ったじゃん、うん、アンデスメロンってあるじゃん。あ、アンデスメロンってあります、ね、アンデスメロンってさ、うん、なんでアンデスメロンっていうか知ってる？いや知らない。だから私そういうアンデスの方なになんか由来があんだと思ってたらさ、うん、違う、安心です安心ですメロンとにかく明るい人みたいですよね安心ですえーと思って何それそうなんだ、日本語なんだ。安心ですダジャレ何が安心なのメロンの今ほらメロンが収穫の、ね、そうですね、今ホコタ盛り上がってますね、はい、迎えてて、なんかそうホコタの小学校ではメロンが振る舞われみたいな。あ、そうですね、すごい一人8分の1ぐらいのほんとでっかいメロンを見て、ね、毎日食べたいみたいなニュースになってたけどアンデスメロン、お家によっては毎日食ってるとこありそうだけどね。それにあのそう、もう飽きてる人もいるよね、飽きてる人もいるよね、メロインねと思ってる人もメロインないって思ってる人けど、そこは出てきたのがやっぱりアンデスメロン、安心ですメロン、安心ですメロン、どこで作ってるんだろうね、アンデスメロン、ね、調べよう、ね、母が急に言ってきたんで、あのアンデスメロンってさみたいなお母さん意外と面白いね。ね、面白い本当に。お母さん情報が今日は。そう、今日お母さんの情報で、ね、トマトが話しかけるといいとか。そうだね。ですメロンか。ホコタはなんだっけ。いろいろメロン作ってるけど、メロンの品種なんだっけな、忘れちゃったな。クインシー。クインシーとかね。赤肉ね。いろいろ作ってますよね。そうですね。メロン。ね、なんか今日朝うちもあれアンデスかもしれないけどもらったって言ってお母さんがニコニコしながら食べるみたいな、食べるお父さんいらないって言ったら食べる私メロン大好きなんでいつでもあので、ね、いらない時はじゃあメロン言ってください。メロン苦手な人もねいるから、私別に苦手ではないけど、うん、そんなにすごい好きかって言ったらスイカの方が好きです。メロンとスイカだったら、ああスイカも好き、どっちも好き、スイカの方が好き。メロンとスイカだったらひたすら食べてるね私、ひたす置いといてくれたらひたすら食べられるスイカはいっぱい食べられる。メロンはなんかちょっとでいいや。そう、メロンも美味しいけど、メロンの方がなんか喉がイガイガしちゃう人もいるよね。そうそうそう、メロンそうちょっと喉がイガイガする、うんうん、そう、うん、ね、あれ喉がイガイガするの何なんだろうね。なんかさ成分があるんだよね。とパイナップルダメな人もいるでしょ。そうだね、あれそうタンパク質分解酵素か、そうだそうだ酵素か、うん酵素だった気がする。だからあのゼリー作る時とかもさ一回その煮立てる 火を通さないと分解酵素で、うんうんうん、ゼラチンってタンパク質だからだから固まんなくなっちゃうんだよね。そんなまで入れるとちょっとそう加熱して、だからそのゼラチン液とかもまあ厚めにしといて、うんうんうん、そこに多分入れるとかなんかしないと、そうなんだ。だから
パイナップルもできれば缶詰の方がゼリーとかに使うには。でも何も基本缶詰、そうそうそう、缶詰みたいなの書いてるよね。そう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 、生だと多分何かしそう、酵素を殺さないとゼリーが固まる。あとは寒天でやるとか。寒天はね、あの海藻だからさ、ね、ゼラチンもタンパク質だからさ、そう、科学だね。うん、ね、お菓子は結構科学だよね。あ、そう、めっちゃ科学、うん、ね。えちいさん、イバラキングも出た時は受けたけど安心です、なんです。イバラキングってね、名前もね、名前もね、イバラキング、すごい頭悪そうだ。そうですね、イバラキング、イバラキング、イバラキング、でもイバラキングとあとね、イチゴはイバラキス、イバラキス、うん、ちょっとやっぱりメロンの方、メロンはじゃあ擬人化すると男なんですかね。あ、そうだね、うん、王様。でもなんかそういう感じの、鉾田さん、いっぱいメロン看板がいっぱいあるのね、うんうんうん、なんかみんなこうメロンがこうやってたりとかさ、うんうん、擬人化、元気なメロンだよね。そうそうそう、元気だよね、元気、こう男の子っぽいもん、うんうん、まあひたちなかはあれですよ、芋が擬人化されてる。そうだね、バス走ったね、バスバスも、あと港瀬もラッピングで、うんうん、あの釣り川にまで、あの干し芋がぶら下がってる、あの干し芋電車っていうのがあるんだけど、それはあの何、さつまいも王国みたいな、干し芋王国だったか、あ、そのキングファミリーが絵に描かれてて。なんか面白いね、その、うん、ね、擬人化するにしても男なのか女の子なのかとか性別とかさ、なんかさつまいもだと男なんで、あの、まあ、でそこはあの周りに落ちているんだけど、干し芋になると突然娘になる。なんかあの着物着た娘、なんでだろうね、田舎娘っぽい感じのイメージになって、あ、欲しいも娘みたいな看板になってたりとかするよ。面白いね、なんかさ、日本語イメージってあるよね。イメージってあるよね。日本語はほら男性名詞女性名詞みたいな、フランス語みたいなことはないけど、うんうん、でもぼんやりとさ、なんか物に対してさ、そうね、勝手なイメージで、うん、でもなんか結構それが浸透してて、意外とね、なんとなく欲しいも電車、そうでしょみたいな、でしょ。今どうなんだろう、ラッピング変わっちゃったのかな、ね、でも多分あれは走ってて、うん、でも結構普通に走ってるから、普通たまたまタイミングをね、見れば、うん、マッチも乗ったことはないんだよね、うん、でも春かな、うん、中根に大量桜を見に行った時にちょうど走ってきたのが、うん、あの干し芋王国のラッピングのね、なんかもう CM みたいだなと思って、うんうん、本当ちょっと調べてみて、干し芋電車本当に美人化。今日ツイッターでなんか見たんだけど、うん、なんかあの最近ちょっとあの傘の持ち方がちょっと話題になって、まあ説明、あの横になって、そうだね、危ないからね、うん、それのなんか啓発ポスター、東京メトロかなんかのポスターが、やっぱサラリーマン、まあ、男性と見られる方が持ってて、うん、でちょっと後ろにいた子供にぶつかっちゃったみたいな感じで、うんうん、下にいた主婦っぽい、まあ、イラストの人がハーってなってるみたいな、うんうん、それになんかこれはどうしてこう大体そういう何、加害者はなぜ男なんですかみたいな、なんかそういうの見て、え、言いがかりじゃないかなとか思って、たまたこれはただのその啓発、こういうのに注意しましょうっていうことじゃんみたいな、うん、そういうことな、男性女性とかなんかちょっとうんと思ってみたけど、まあリプライの欄とか見ると、うん、まあ同調する人と引用リツイートしてる人はみんな何言ってんだよみたいな感じと、メトロのさ広告って啓発広告なわけじゃん、うん、あのメトロの利用者の比率ってさ、やっぱり通勤の、ね、まあね、人っていうイメージ、うん、あくまでね、うん、別にそれはそこで別に男性を悪者にしてるわけでもないし、ね、普通にそういうふうに受け止めないじゃない、そうそうそう、多分分かんないけど、あ、でもそうね、なんか面白くなってきました、面白くなってきたっていう か、うん、なんかね、今まででもそういうのって結構女性がさ声を上げることがさ、なんか、うん、あのなんで女性がいつもみたいな、うん、こう声が多いような印象があるけど、男性側からもなんでそれはこれは男性なんだっていうのが出てきたっていうのがちょっと私は面白いなと思って、うん、港線です、ひたちなか海浜鉄道、欲しいも、欲しいも、ひたちなか海浜鉄道はね、いろんなラッピングがあって面白いんですよ、うんうん、そうだね、いろんなラッピングがしてますね、うん、いろいろね、でまあなんかそういうのを見、まあ思い返せば基本的にでもなんかこうやらかしてる系は男の人で、女の人が啓発するみたいなのが多いですよね、うんうん、みたいな、うん、
いいじゃんね別に。そうね、まあそうだね。でもだからもう全部、うん、あの悪いやつはあのコナン君のあの黒いあれにするしかないんじゃないみたいな。そうだね、うん、何やってもどっかからしこう入ってくるっていうことが、うん、めんどくせえ時代なんだなと思ってちょっと。そうだね、うん、なんかうっかり絵を描けなくなっちゃうよね、うん、本当にね。そう、うん、そうね。でもそれでさ、でもあの傘の持ち方でぶつけられたことって正直男性からしかないからな個人的には、うん、確かに。まああとさ身長とかの問題で位置もあるじゃん。位置もあるね、きっとね、うん、女同士だと、うん、まあでも実際女の人ってさ、なんかここにかけてる、ここにかけてあんまり横に持って、ね、だからカバン持ってとか、うん、そのこの持つ感じ、うん、そうだよね、わ、うん、かんないけど、まあ持ってる。まあでもそこでまあ男性女性に論点を持っていくのがすげえなと思ったもん。そうだね、そう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 だよね。そうじゃなくて傘のそういう持ち方はやめましょうっていうことでしょ。あれだね、国語ができないタイプの人じゃないかな。その主題をさ読み解けないっていうかさ、そのメッセージを伝えたいものは一番は何ですかっていうところじゃなくて、そのさまつなところを見ちゃうっていう。逆の才能ではあるよね。そう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 、うん、そっちに。そうだって主題としてはさ、うん、危なくないようにっていうね、あれだもんね。うん、うん、女の人であの持ち方してる人ってほとんどいないよね。ね、あの傘ね、そうね、なんかな、自分で持つとしたらあんま絵のなんていうの、この傘があってこう傘のさ、この傘部分は持たないよね。この絵のところをさ、ね、うん、で引っ掛けちゃうからあんまりね、うん、あって思ったけど、私昨日使ってた傘、うん、日傘が、うん、絵がねこうじゃないんですよ。ああ、そうね、そういうのもあるよね。それで、うん、どうやって持ってたかなって今思って全然記憶にない、うん、でもさ、私も絵がないのとか持ってるけど、でも基本的には横には持たないかなと思うけど、ないよね、縦に持つよね。でもね、あんまりこう電車とかでさ、そういう移動しなくなってることが多くて、うん、あ、まあそうね、それもそうだよね。なんならこう車で移動しちゃうとさ、ちょっとの距離傘すらいらないみたいな。そういらないね。だから、うん、だって持ってった先で忘れる可能性の方が高いじゃん。そう、私絶対忘れちゃう。そうだからなんか、そうなんだよね。すごい使いたい可愛い傘あるのに、うん、絶対なくすからっつっていつもボロボロのビニール傘使ってる。わかります。なんかだけどそいつはなくさないの。そうなんだよ。なんかさ、行った先に傘立てがあるかなとか、置く場所とかあるのかなとか、うん、あとあったらあったで誰かが持ってっちゃうんじゃないかっていう不安があるから、うん、だからなんかちょっと気に入ってる傘を持ってくのはいつもどうかなって思いながら、うん、車にじゃあ置いてっちゃおうって。そうそうそうなる。なるんだよね、なくすのね。そうなの、そうなの。だって持ってかれたら嫌だしさ。でも絶対ね、なんかね、派手だから持ってかないのは分かるんだけど、うんうんうん、誰のだかすぐ分かるし。そうなんだよね、うん、そう。でもよく、まあ、東京住んでた時とか、まあ、普通にコンビニで、うんうん、あの雨の日傘、あ、うんうん、あのね、置いてった傘が入れ替わって、なんかボロい、ボロい、ボロい、あるよね、よくあったよね。そうそうそう。だからなんかあのお店の入り口の傘立てに置くのはすごい嫌なの。あれ嫌だよね。あれ嫌だよね。だからもうあの店内濡れて本当ごめんなさいって思うけども、そのまま持って行きたいよね。だってね、なんか、うん、そうなんだよ。そうなの。あれね、絶対コンビニ入れ替わるよね、あれね、本当に。そう、絶対変わる。100%入れ替わるよね、うん、コンビニとかああいうさ、あの表にあるやつは。何なのって思う。何なのって思うよね。なんで何選んでんのって思うよね。ちょっと綺麗で大きめのやつ持ってったなのやろみたいな。何このなんかちっちゃいしボロしないのみたいなさ。コンビニ傘もさ、大きいちっちゃいあるじゃん。なんかあの絵がすごい貧弱なやつとかさ。何これか今日風強いんだからこれじゃダメだよみたいなさ。あるよね。わかる。あれ本当に。それがね残っちゃう。何あそこでこう なんなんだろうね。すげえリアルタイムにこんなことできるんだ。そうなんですよ。そう、これインスタライブ、ぜひやってみてください、はい。コンビニ寄ってよく傘をすり替えられますよね。そう、コンビニはね恐ろしくて、ね、だから私持っていくみたいな。そうでもなんかね、あんまり雨でこう滴ってるやつは悪いかな、うん、なんか悪いかなってなるよね。そうなんだよ、うん、あとさ
折りたたみ傘の時のさ、あの傘立てにさ立てられないっていうか、こうシュンってこう出してそう下の方になっちゃうじゃん、シャッて入って、うんうん、なんか引っかかっちゃって取れない時そうだよね、なんかあるよねそうだからさ、なんかね傘ってすっごい嫌だね。折りたたみだったらまあねいいんだけど、そうつくまあ便利だよ、ちっちゃい今の折りたたみなんて超ちっちゃくなるしさ、ちっちゃいしさ、めっちゃ軽いさ、なんかワンタッチでシャンとかなったりするじゃん。そうすごいよね、すごいよね、そうすごいよね、すごい軽いの、そうそうなんだよね。でもなんかそのお店の店頭とかには置けないな。でもなんか今ケースがさ、うん、吸水ケースみたいなのがついてたりして、中があのさあのマイクロファイバーのさ、うんうん、あのあの 床のモップみたいな中がバシャバシャバシャっていうのがついてて、はいはいはい、それに入れて吸水できるから、雨降った後もじゃあその後もそれに入れて、あの周りが濡れない、そう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 みたいな、昔のただのなんかあのあれだから染みてくるよね、あのカバーね、あれやだよね、あれやだよね。あとその刺してる間のさ、カバーはどうしたらいいのかとかね、カバーだけカバーなくすコンビニのビニ傘も全開の周りもみんななんかそういうシステムだと思ってるよね、あそこね、そうかな、なんか、か傘交換所みたいなさあそこ多分傘交換所だと思ってるよ絶対。じゃああそこになんか、ね、交換タイムみたいな、そうチャンス交換チャンスチャンス来たみたいな、絶対そうだよ。帯結び丸さん、あと傘のビニールがサイズが合わなくて途中からビニールがなくなってて、でゴミになっちゃうからごめんなさいあのあれね、あれね、こう入れる袋ね、あれよくこうズルズルってなっちゃうことなるね雨すごい降った後もこうズルズルってそうだよね。あとあれ先っぽちょっと鋭いやつは穴開いちゃうからさ、ポタポタポタ、そうだねあれね、まあ、あれもでもすごいシステムだよね、うん、ああいうね、なんかこうすごくスッて入れられるやつとかあるもんね、あれがこううまくいかなかった時結構そこでもたもたして次の人がイライラしてる、ね、でもやだよね、雨降るといろいろね困るね、困るね、うん、傘、かわいい傘いっぱい持ってるんだけど使えないんですそうですね、電車乗った時のさ傘の置き場も困るよ ね、 そうだね、でなんか引っ掛けといて忘れるじゃん、うん、忘れるし、あとなんかこう真ん中あたりの席とか座っちゃうとさ、うんうん、そう足の間とか、ね、そうそうそう、足の間こうやっ てでもこういうの携帯とかがね、うそうそうだし、なんかこう濡れてるとね、うん、他の人にまだ自分もびしょびしょになるし、ね、傘雨の日は悩ましいね、悩ましいね、うん、とレインシューズが欲しいでさ、あそうね、うん、そうなんか本当この間ぐらいさすごいとさ、まあレインシューズぐらいじゃもうどうにもなんないんだろうけど、うん、なんか本当さスニーカーとかもすぐ染みてきちゃうやつとかあるじゃないですか、だからなんか雨の靴欲しいなと思って、長靴までいかないレインシューズ、うんうん、今可愛いのいろいろありますもんね、って思って梅雨の時期が終わる、うん、そうだね終わるね、だけどまあ雨はねいつでも降るからね、うん、あったらいいんだけどさ、確かに、うん、いいなって思いながら買わないでいるものを、うん、結構ランキング上位に入らない、そうだね、雨グッズってさなんか欲しくなるけど持ってなかったりするよね、うん、着物もさ雨のコートはさ雨コートってさ、うん、持ってるけど結局使わなくてさ、ね、まあ車移動だからね、まあ、だからだよね、田舎はね、そうなんだよね、うん、そうなんだよ、で雨の時期が終わるっていうか暑いんだよね、そうそう雨ごと暑い、蒸れる、暑いよ、ね、だからじゃあいいやみたいなそうさあれで本当になんか大丈夫なのかなみたいな気持ちにさ、うん、あるよ ね、まあ、そんなびしょびしょなところ歩くわけじゃないの、うん、そうだね、ちょっと小雨ぐらいの想定だよね、うんうん、悩ましい、悩ましいね、悩ましい雨の日、今年はどうなんでしょうね、梅雨もね、なんか梅雨の間に雨降っちゃったけど、どうだろうね、一応今週末くらいに梅雨入りするかもみたいなこと言ってたけどね、うんうん、関東は、うん、ね、うん、おじいさんレインシューズも雨量によって段階的に揃えてます、素晴らしいね、すごいですが、大層なタイプはほとんど出番がない、だってそんな時には出かけないから、そうですよね、うんうん、ね、
え、なんじゃこりゃ井戸端会議現代版初めての経験で運転しながら見てますが、雨の話なんだ、梅雨だもんね、なめくじの話題は運転中危ないからコメント気をつけてください、うん、ね、切られちゃってもね大変、事故っても、ね、いけないですからね、実はミラー上質聞いてたせいでみたいな、ね、そうですよね、保証はできませんので、お聞きになって楽しみにしてください。コメントが先生ご無沙汰してます、85回頑張って先生、5時頑張ってますね、はい、かな、これからもお体ご自愛して頑張ってください、応援してます、ありがとうございます。そうなんです、85回、80ね、85回そうだね、いろいろね、もろもろ他にもちょっとこう、ね、ゲリラライブ的なのやってるか ら、ね、からそれ入れたらもう90は超えてるんでしょ、超えてますね、優に超えてると思います、ね、はい、やってますね、続いてますね、続いてますね、続いてますね、うん、なかなかこうね、やっぱりね、シリーズで続けられるっていうのは素晴らしい、自分で言うなっていうことだけど、いや、いや、ね、なかなか続けられないでしょ、うん、ね、そうそう、ね、だからすごいんですよ、自画自賛、自画自賛、そうですよね、なんだかんだ ね、長寿番組にできますかね、私たちね、需要があるとか知りませんけど、ね、うん、特にはないんだと思うんですけどね、まあ、まあね、でもね、ね、あの、お聞きいただいて、そうそうそう、ね、この間ラジオ室でなんて話題をもらったりするとからとても嬉しいし、嬉しいし、ね、あ、聞いてくれてるんだっていう、ね、本当に本当にありがたいことでございます、本当に何とぞよろしくお願いします、あ、ご自身、いや、とんでもないです、とんでもないです、ご自身、あ、そうそう、いいんですよ、そんないつもやりますから、こちらも最近、そう、私たち の、 あの LINE はあの笑いが出てこなくてあの笑人形の笑が、ね、出てくるからね、わです、私も本当わが本当笑になるようになっちゃって、うん、もうそれでだね、地蔵ちゃんにはそれでいいんだけど、そう、普通に他の人にも笑で送っちゃって、ね、あって間違えたみたいな意味わかんない、笑って普通の人の携帯の変化には笑の字ってなかなか出てこないもんね、笑人形私たちが最近こう藁人形にちょっと取り憑かれてるから、ね、取り憑かれて、藁人形に取り憑かれてるってやばい、すごい呪いみたいだよねでも自分で作ったりもするくらいですから ね、 そ う、 そ う、 そう、そこにいますけど、ね、藁じゃないけど、藁じゃなかったけどねそう、そう、笑いがもう全部笑になってます、だからもういっそのことそれが流行ればいいのになって、ね、うん、ね、ちょっと思うんだけど、誰にも伝わんないからさ、入れたところでね、本当に ね、 ね、あ、ごく一部、一部、うん、気になってくださっている方の中でブームあ、みんな笑使ってるよ、やったね、そう、まあ、こういうのからね、そうそうそう、あの笑ですね、こういうのから、はい、茨城にはいっぱい藁の人形がいるっていうところから、私昨日ちょっとあの写真を見返してたら、うんうん、あのゴールデンウィークに新潟の長岡の新潟の歴史博物館に行った時、うんうんうん、向こうのその藁人形と、うんうん、正気様とか、そう、正気様ですね、うんうんうん、と一緒に撮ってる写真があったは地蔵さんに送ろうって思ってます、後で送るねやっぱり藁人形と一緒に写真撮りたくなるよね、そうだよね、でちゃんと男女いて、うん、あ、すっごい立派な、男子にはすごい立派なのがついてます、やっぱそっか、新潟もね、新潟も、あっちは正気様と呼んでましたね、あっちは正気様だね、うん、まあまあ、あっちもいろんなね名前の藁人形がいるんだけど、ね、全国各地の藁人形についてあの人型道祖神って言われてるものですね、道祖神ですね、そうですね、神様についてもね、うん、道祖、道祖神、なんかちゃんと調べてないけどさ、笠原右衛門ちゃんが来たと思う、ちょっと私駐車場ご案内して、はい、じゃあお迎えに、あのベコたちがベコたちが、そう、今日はゲストが登場でございますね、あ、例の記載のアーカイブも拝ませていただきました、ありがとうございます、そう、早速わらをありがとうございます、そうなんですよね、そう、いろいろね、わらで作った縄ば流しっていうのは、まあ、わらで作った弾痕と女性器が出てくるお祭りだし、あと、まあ、他にもその茨城いっぱい人形と人型道祖神いますので、
意外とまあ茨城以外のところにも主にまあ東北方面はいるみたいなので情報をお待ちしております結構ねどうなんでしょうね、なんかそういう本とかをまだ読んでないんですけど、本を読むときっとその道祖神についてね、あ、道祖神っていうのは何でしょうね、あのいろんな道祖神があって、長野とかだと石でできてるその道祖神って、道に、祖はなんだ、祖国とかの祖にの神様で、その道案内の神様なんですよね。私もちょっとあんまり詳しいことは分かってないんですけど、その道がこう二股になるところとかの、あの間とかに男女の石のね、まあ、メジャー道祖神って言ったらもうメジャーなのは石でできてて、その男女のペアになってる、なんかそういうなんだろう、道しるべみたいな感じのこういうのがあるんですけど、それがまあ道祖神で、まあ、道祖神っていうのはでも神様全体を、そういう道にまつわる神様全体のことを指してて、でそれがその石じゃなくて藁とかでできてて、その人の形をしてるのやつを人型道祖神って言われてるみたいです。なんでそういう結構村とかその町の境目とかの辻になってるところに、そういうあの藁でできた人形とかを立ててたりすることがありますよっていう話で、うん、こんにちは。こんにちは。あ、そこで、あの、アミドで大丈夫です。お、よし。じゃあ、すいません。はい、足が痛い。例の記載。道祖神って何？ちょっと待って、こう。ゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。今ゲストが、はい、ゲストが来まして、こんなふうに行われてる。道祖神って何？道祖神って、そう、今その道祖神の話をしてみましたね。道祖神、なんか笠間の方に道祖神峠っていうのが、ね、あるらしくてね、ちょっと今気になってるんですよ。イラハイ、イラハイ、なんかいるカバンに、かわいい。そう、あの、はい、お隣、栃木県から、はい、いらっしゃいました。いきなり海の匂いがする、真ん中に、あ、海の匂いが、サダヨシ商店さんです。はじめまして。ご登場で、あ、どうぞ。あ、大丈夫ですよ。進めてください。ぜひぜひ。お恥ずかしながら。画面がそう縦長だから。そうですよね。そうそう。あ、そう、私も持ってきたの。あ、ありがとう。私も持ってきた。じゃあみんなで。みんなで。なんかこの。サダヨシ商店さんはこういうあのね、あのトレー、プラスチックのトレーなんですけど。あのね、そう、こんな着物が入ってんです。そうそう、これこんな感じで着物とプラスチック樹脂を一体成形っていう特殊技能で、美術でトレーに変身させてます。はい、その方が今日は特別どうぞいらっしゃいまし、ありがとうね、忙しい中ありがとうございます。そんな、あの、すいません、お邪魔いえいえ夏らしくて爽やかで可愛いと今日は水色を着ようと決めておりましたが、可愛い。しかもライチムちゃん、そう、だから来週、私、そう、お揃い、不着、そう、ライチムちゃんが来週、実はさ、アミコさんがやった、そうそう、つくばでイベントが、あ、すごい、ありがとうございます。これ可愛いんですよね。そう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 、まだ不着で、あ、本当だ、色違いだ。可愛い、そう、ライチムちゃん。ライチムちゃんの作品すごい素敵なので、いっぱい持ってそう、何度何度みたいな、みんなちょっと盛り上がってくれてます。ちょっと、あ、本当だ、だってね、いろいろ持ってきた、いろいろ持ってきてる、こんな、いろんな感じで、あー、かわいい、パンダちゃん、そう、この間デザフェスで、あ、そうだ、お疲れ様でしたね、子供着物で、あ、かわいい、これやばくないですか。あ、ね、やばい、かわいい。つくばイベント伺いますと。あ、
ぜひぜひ。私は本人だ。本人です。ね、これとかこれ見えるかな。ね、パンダの子供着物でめちゃめちゃ後ろは黄色の色に。うさまみえさんって方かな。うさまみえさん。はい。ぜひ。この白いんですけど、うん、プラスチック、うんうんうん、ちょっと可愛くないので着物の葉っかけのように色を6色作って、そうそうそう、ね、私さ赤が好きみたい、うん、あ本当だ。でも本当にお客様で同じの好きだって思うと同じ色を選ばれたりとか、ね、そう、あと今日アミコさん見ておくとまた着物すがらの柄がすごい、あの今日のこちらの名線も着物柄なんですよ。八王子名線着せてみたんですよ。これも着物柄、これいいね。そう、ね、これかわいい。これ着物柄が吉祥模様、ね、そうですね、うん、あのね、もう幸運を捕まえるっていう、全部引っ掛ける、そう、それをこれをお客様にお見せするときに亜美子さんに教えていただいたそれを一緒にお伝えすると感動してくださるんです。わいわい、そう、今ね雨上がりのクモの巣とかがすごく綺麗なんですよ。そう、でそれを今日うちの庭でやっぱ木にこうキラキラっていうの見えて、うん、で、あ、確か柄あったなと思って、ちょっと今の季節かも。そう、すごい可愛い、可愛いでしょ。これ夏少女。これは雲じゃないよね。でもね、お花だよ。これ雲だったらやばいね。怖いね。見方によって。ほらほら。一瞬思ったけどグッとこらえて。メイセンちゃん可愛い。アミコさんが喜びそうなバラちゃんを持ってきたんです。後ろの。かわいい、これあみこさんっぽい ね、 ね、そう、あそこにも1個これの丸バージョンでバラを、でバラ飾ってんですよ、私の上に飾ってくれるって言ってたんだ、かわいい。サダエモンさんは筑波デビューなさるのですかってな、サダエモンは出ないです、ね、そうなんです、ね、気持ちだけは言ってます、筑波に。ネットショップ、ね、そうやってるし、そちらもネットショップやるんです。実物も私あの、ねね、自分 で、 あの備品で使うの で、 で持っていくので、あの確認してもらえたらいいかな、うん、私もじゃあ備品としてさんが映ってないから、サダエモンの紹介の私もそう、じゃあ備品として持って、ぜひぜひ、なんか触っていただくとより、ね、そう、あの質感とか出るので、そうなんです。この間もアミコさんの朝の波動さんのお客様が結構イベントでいらっしゃってくれて、うん、デザベスもそうでした、そう、そうなんです、純喫茶ランドちゃんのお客様、ああ、そう、来てくださったりで、そうなんです、また機会があったらサダエモンも、ね、ぜひぜひ、はい、ね、そう、何かでまた、めっちゃ空っぽ。そう、これを私始めに上げたやつ。そうだ。ここで進めちゃってる。そう。ね、今日はちょっとサダエモンさんにもいっぱいハゲを押し付けようと思って、いろいろ用意してあるんで。そうなんです。こんなのもね、こういう。あ、そう、これね、色が変わる。これ絞りですか？アモンバッグって言って、富士娘さんっていうところで、絞りと染めを両方やってる特殊技法で、でも絞りってこんな感じになるんだ。そう、しかもこの着物をほどくときに絞りで縮まないように、一枚薄い生地が貼ってあるんですよ、全部。とっても手間のかかっている。そうなんです。貼っちゃった。そしたら着たら熱いね。暑い、分厚かった、ね、確かに絞りのやつってそうかもね。そうなんです、うん、これもなんかこうアップサイクルで捨てられちゃうお着物とかトレンド変身させてるので、これは後ろがグリーンなんで、ね、そう、グリーン、この色もいいよね、かわいい。来てみて触ってですね。サダエモンの会を、じゃ あの勝手に開いてるので、ね、気持ちはいますんで、私は、はい、大丈夫。ぜひ、かわいいね。そう、これかわいいんです。なんかやっぱ昭和レトロ人気がどこに出しても売れるっていうので、そうなんです、そうなんです。結構どこでも。それこそ日本橋三越さん2月出てきたんですけど、それでもちょこっと忍ばせてってもやっぱり、やっぱりレトロなのが、レトロな子がすごいな。
何度も見せちゃう。これぜひ。あ、これかわいい。って思って取っといたの。かわいい。これさ、絶対トレイにしたら超かわいいです。しかもなんかちょっとこのね。和美さんみたいななんかちょっとおしゃれ、うんうんうん、なしゃれたけしみたいな、かわいい、超かわいくない、帽子かぶってておしゃれじゃない、かわいい、ボーダーだよ、ボーダー、かわいい、ちょっとフレンチカジュアルな、ね、かわいい、かわいいとなかなかあれでしょ、取っときたくない、ね、でもそれはちょっとトレイじゃないと思って、トレイぴったりだと思う、めちゃめちゃ生地です、ありがとう、最後この子かわいい、色々あるので後でぜひあのゴリゴリ物色していただいて、ね、あの生地がトレイになったんだってお客様が思ってくれて、うんうんね、嬉しいです、そうなんですよ慣れてないから、どうぞどうぞお二人で いつもこんな感じですから、こんな感じで雑談をね、してるんですよ、どのぐらいここにいますか、1時間20分くらいで、うん、高速 でずっとまっすぐ来るだけだから、うんうん、そうだよね、そうめちゃめちゃ来やすかった、インター出たら10分くらいだから、うんうんうん、そう、しかもあみこさんがすごい詳しい地図を送ってくれたので、うんうん、迷わずセブンとヤマト通ったとだ、高速を曲がるとセブンがあってヤマト、またもうちょっと行くとセイコーマートルか高速左 でまた行くとまたセブンあるからまた直進でみたいな、何回も LINE で読んでイメージトレーニング標高音痴だって聞いてたので、そう、そうなんですね、そうなんです、だから、あ、じゃあやろう、うん、詳しく教えてよかった、よかったです、迷わないでください、スムーズに、いや、本当ありがとうございます、わざわざありがとうございます、嬉しいです、かずみさんにプレゼントがあってどっちがいい、え、こっちかな、これ、はい、今日の記念に、今日の記念、あのえなえぷん好き仲間でそう、えなぷんちょっとにきくんがかっこよすぎてもう直視できない感じね、私そう最近になってやったあのアイランドを、あ、最近になって、そうなの、私はあのもういきなりライブに連れてかれてのアイランドだけど、アイランド見たらもう、もう号泣、もう日記あれは日記好きになるとか、もうね、みんな好きになっちゃって分かる、大変かっこいいし、そうです、よかったらえなえぷん韓国のね、最近新曲も出しまして、結構すごい日記が振り付けしてます、そうそう日記はめちゃくちゃダンスがうまい、一人だけね日本人メンバーがいて、うんうん、知ってる人いないですよ ねえ、でも結構いるんです、本当に、うん、あみこさんエナプ好きなんですねとかって話しかけられるイベントとかそしたら私の携帯の後ろにはほら あれ、ね、ジョンゴンがペロッと貼ってあるのをそれを見せてちょっとね、あのメンバーの名前とか呪文みたいになっちゃうけどね、うん、すごい面白いしすごいかっこいいので、よかったら不況、うん、最近ちょっとソンフンがなんだっけ、なんかこういうねビデオで、うん、ファンとこうなんか会話できる、なんていうんだっけ、4トン、あ、4トン、うん、でなんかすごい意地悪なファンだけどもうファンやめるっていう子になんかすごいソンフンが意地悪されてて、ちょっと炎上してたんだけど、かわいそう、ね、アイドルって大変だね、だってその意地悪、しかもだってねそれってお金払って、うんうん、あの抽選とかでやっとその権利は、うん、取れる、だお金かけてまでそういうことする、肉さ余ってってやつですかね、かわいさ余ってって肉が逆だったなんかそんなことする、ほんと性格悪いし、ね、もうそう、で本当のファンの子たちがそういう、ね、ソンフンと会える機会がそこで1個失われてるわけでしょ、本当に怒っててでもね、それは変だよ ね、ソンフンさんかわいそう、特定多数の人と、ね、接すると、うん、ね、いろんな人いるけどさ、何もそういう意地悪に使うことないのねって本当だよ、ね、怒ってます、怒ってます、本当に、あの最近私ちょっとあのソンフンのことツイッターとかやたらとリツイートとかしてるんですけどソンフン推しになってきちゃって守ってあげなきゃと思っちゃうかもしれない、超かっこいいですよソンフンさん、あ、みんなかっこいいんですよ、元ね、あのフィギュアスケート、韓国のフィギュアスケートの選手でもあったんですよ、すごい服が良くてね。これなんです今日は。可愛い。ついに突っ込まれた。初
ツッコミ。あ、そうです、そうか、すごいなんかピラピラついてる。ピラピラついてますよ。なんかね、そうこの間から地蔵さんがそうカラコのやつはチェックしてハマっているこの羊毛フェルトグッズで、なんかこの間すごいの作ったって、本当にすごいの作ってたと思う。あのタイ持ってた。そうだ、そうタイ持ってるのと、あとそう この子をモデルに作ったんですよ、カラコは。あ、こいつだったのか。あの この間あれに作ったそうこれをモデルに作ったんですよ。これがねモデルなんですよ。そうそう、すごい可愛い。すごいよね。すごいですよ、手作り。そう今カラコヤ、カラコヤってなってる。そうカラコヤという。あてかここにもいた。姫だるま。なんかあの色で、あの保護色になってて、全然気づかなかったけど、いた。すごいこのボリュームとすごいうまい。しかもこの顔の表情やばいですよ。そう顔が。そう。あ、カラコヤ商品ですよ。カラコヤ商品、はい、まだなんかあのネットにも何も出してないんですけど、まだすごい可愛い。これからこれから多分ちょっと絶対出してほしい。絶対お連呼。可愛いですよ。可愛い。素晴らしい。あのお祭りに向けてちょっとこういうのも今作りまして、紙に留めたりする。そう、はあ、すごい。これいいよね。ね、あの鼻の穴をビーズつけたんですけど、ここがビーズになっております。ちょっとクオリティがねすごいんですよ。すごいそう。でもハギレを、そうこれはアミコさんとこのハギレ。あ、そうですね、これこれだって帯にもしたもん。そうそう、これをちょっと使って。素晴らしい、楽しみです。作品が、作品をあの作っていこうと思います。濃い。あ、これそうハイヒールなんですよ。可愛い。これ可愛いですよ。これハイヒールと、あ、アンティークのボタンで、うん、でちゃんぱかさんっていうので、そうなん、可愛い。可愛いです。サダヤマちゃんはね、なんかちょっとモダンなコーディネートがすごい得意の、いつもおしゃれなんですよ。なんか黒いレースの手袋とかこう合う感じね。あれ似合うね。ちょっとハイヒール合わせちゃったりみたいな、そういう感じがすごい素敵なんです、うん、なんか着物と帯の合わせが難しいって思っちゃいます。なんか帽子が好きだから、帽子と着物の合わせを考えるのが、で最後に帯だから、なんか帯の合わせ、あ、帯最後なんだ。帽子、まあ、でもここのね、ここのやつでなんか帯の合わせがちょっと皆さんのやつ勉強してって思う。ってな、帯難しいな。難しいですか。なんか苦手意識が結構あるかもしれない。なんだろう、色とかでなんか、まあ、あんまりそんなに多色使いな感じではないもんね。そうですね。あ、そうか、そうか、確かに。シンプルモダンな感じでやってるから、でもだからいつも素敵ですよ。ね、いつもやってる。すいません、なんか。いや、そんな。考えるよ。やってましたか。いやいや、なんかでも、いや人によってでもやっぱそうコーディネートこれが苦手とかあるんだなと思って、ね、なんか今面白いなと思っちゃった。そう。結構お見着物屋さん行くと。アミコさんもそうだし、他の人にもこれと着物帯何合わせたらいいんだろうって結構質問するかもしれないです。着物はいっぱい持ってるんだけど帯をそんな持ってないので、そうなんです。着物を譲り受けることが多くて、帯だけが何合わせるって言って、ね、なんかすごい小さな編み帯で合わされるけど、すごい英語射撃来たよ。ありがとう。じゃあ場所によって、だし、そう、あの和美さんイメージの帯とかね、もう今日のこの裏側すごい可愛いと思って、どうなってんだ、あ、ドット、ゴールドのドットだ、あと格子のやつ、格子とどうなってる、あ、もうこれ素敵、チロチロ見ながら、ね、可愛い、こっちで、ね、和美さん絶対赤白のストライプ、あ、どこ、ね、あ、赤黒のやつ。アミコービー見せていただきます。そう、意外でした。そう、いつもおしゃれだって。本当です。そうなんです。いろいろ不得意がございます。この
アミコ帯、アミコさんと一緒に写真撮られてましたよね、とお声掛けいただいてブースに来て、でアミコ帯なんですってお客様がいて、なんだありがとうございます、翌日アミコ帽子ですって言って、すごいアミコ帽子ですね いやありがとうございます、ね、嬉しいな、なんかそう、そういうね、自分がいないところでそうやってお話出してくるの超嬉しいです、本当ありがとうございます、知らないところで盛り上がってます、ね、いやいやいや、でもこっちもそうですよ、やっぱりこうさ、ね、これさだいもんさんで、うちも買ったんですとか聞きます、ありがとうございます、いいね、なんかこういい輪がこう広がってる感じ、ね、でイベントとか行ってると、ね、でもこの間のでも私児童ちゃんと一緒にお仕事したんですとかいうさ、あの人とかそういう人と話したりとか、意外とこう知らないところでつながりがあるとか、そうラジオ室見てますとかね、なんか嬉しいですよね、嬉しいですよ、距離がぐっと近くなって、ちんさんめっちゃ押してくれてありがとう一本で4度美味しいやみたいな、ありがとうございます、今日買ってないんだけどちょっと買って帰ります、オーダーもできますそっか、めっちゃいいよね、児童さん、ね、そう、あの、はい、オーナーです、いや、なんかあの結構先のつもりで、あのお願いしたらもう次週ぐらいにすぐ来てくれみたいな早い、そう、オーダーだから早い時は早いじゃん、材料とか合わせ、でももう合わせるのが決まってたので、あ、ね、で、あのもう、そうもう何、うん、その資材がちゃんと揃ってたからで、できちゃうなって思ってできちゃった時があってそうなんです、網交尾、網交尾皆さんに勧めていただいたので、じいさんのつくばでぜひあのスーパーアドバイザーとして本当に即入りましたねそんな感じでね、なんかみんなで和気あいあいとやりたい、うん、あの秘密基地なので、うん、あのみんなのおすすめとかもね、いろいろこんなのがあるよとかね、そういうちょっとすごく広いスペースだから、うんうん、ちょっとくつろぎつつ話せるのでさ、うん、でさ、来週ですよね、そう、来週の金、そうか、もう来週、金土で、そう、来週なんです、来週の金土です、16、17、うん、そう、16、17、金土ですね、なのでのんびりしに、うん、あの筑波の道方公園のすぐそばなので、お天気良ければ ね、お散歩したりもいいかな、うんね、あの辺でパンでも買って全部出したい、なんか全柄出したい、アビコが全柄出したアビコみたいな、ゴーシーゴーで標語みたいになるつけようかな、全柄出したいアビコビ一本で4度美味しい一本で4度美味しいアビコビ、カードができますよカードカルタね、絵柄できんじゃん、なんか柄でね、サダイモンとかもできるよね、みんなでやる、みんなでね、地蔵さんはカラコちゃんの絵柄、面白いね、いいね、地蔵ちゃんカルタ大会して、今日もたくさんカラコといるよみたいな面白いね、面白いね、そういうの作ろうか、なんて書いてる、なんか、あ、神結地蔵ちゃんもね、そうそう、ぜひぜひ、神結地蔵さんもご予約、はい、受付で、ね、すごい、お得な価格で、はい、2200円で、はい、できますので、できますので、メイクも、つくばはメイクもやりますので、うん、すごいですね、じゃあいっぱい写真撮れますよね、あと、ね、ね、そうそう、いろいろね、なんかそういうのと言われたんだ、うん、なんかそのうちも着物を、うんうん、あのまあ何普段は着ないけど、まあ、そこでちょっと、あ、そうだね、まあ、ちょっとした記念撮影みたいなどうですか、ね、そういうプランどうって入江さんに言われて、それを相談しようと思ってた、うんうんうん、そうだ、あ、全然いいですよ、うん、ね、なんかせっかく綺麗に ね、 ね、直してもらえるなら、うんうん、そうだよ ね、 ね、あ、来週土曜日行けそうだったらお邪魔します、はい、ぜひ来てください、ぜひぜひ待ってます今コメントいただいてるのは布うさぎさんですね、そうなんです、はい、布うさぎさんだ、そうなんですよ、布うさぎさんいろいろ売れてますので、まあ、売り上げも私たち先週布うさぎさんでしたよね、ラジオ室、あ、はい、ね、そうです、そうそうそう、ね、2人騙してたと思って、ね、よいしょ、あ、今度はメイクお願いしたいと思ってます、あ、いいじゃない、ぜひぜひありがとうございます、ぜひぜひ、ね、そう
メイクもねちょっとしたことで変わりますから ね、うん、ね目元とかねやってもらいたいな、うんうんうん、あのポイントメイクでそうやってます、ね、すごいですね絶対楽しい。なかなかヘアメイクセットってないですもんね、イベントの時。そう確かに難しいよ ね、 そうなかなかできる方もね、うんうんうん、専門の方がいらっしゃらないから、うんうんうん、ね、イベントの時にはそう、ねね、そうか確かそういう意味では他ないからいいのかもね、うん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 、ね、需要はあります。そうね、そうそう、いやイベントとかあんまりさ普段出ないからさ、なんかやりたい人なんかいんのかなとかね、ちょっとこっちとしてはね思うんだけどね、はい、やりたい人。やりたい。すいません、私も初めに勝手にそうそうそう、あのでもお願いするきりです。そう、あの出店者側はあのでも一応カウントというかね、あのありがとう、あの初めであのお安くねやるつもりで、あの初めに、はい、設営前にバタバタとやっていただくとか、そうそうそう、いつもわがまま聞いていただいて。かずとりあえずメイクしていっちゃって、うん、足してもらうみたいな、足して、うん、足します、足します、肌弱いとか、うん、あとはまあでも手持ちのものでなんかこのシャドウ買ったけど使えなくて困ってるとか、もしあればいい、ね、うん、それもシャドウなくなんないですもん、ね、いい髪をとても可愛くしていただいてセルフメイクのヒントもいただけたので、あ、ね、無理にしたい、ありがとうございます、まあ、そうね、ちょっとなんかそういうなんかちょっと自分のこう疑問に思ってることとか、うんうん、ご相談で ね、これどうしたらいいですか、うん、とか、うん、あの大丈夫です、うん、あの何でも言ってもらえれば、ね、絶対楽しい ね、 ね、 ね、あ、女子トークの世界そうでしょ、こもり歌でこれでね、運転してませんでした、危ないですね、こもり歌でちょっと寝ちゃダメなんで、あの寝る前はどこ止めてね気をつけてください、でもまあね、でも多分興味は尽きないじゃない、あ、そうね、本当に、そうそうそう、本当にね、ね、そう、うん、こっちもよくやっぱり着物のコーディネートのこととかやっぱり聞かれる、うん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 、私でも大体な好きなの合わせろとか簡単な答えしか言わないんだけど、ね、うん、でもそこからまあ実物ね、あの実際にこういうのってこれに合わせるならこんな感じとか、うんうん、あとなんかそのなりたいイメージとかで変わっていくからっていうのが、そういうのこう実践できるかなと思うので、うん、あの着物も本当あの羽織ってみたり、そうそう、ね、帯とか当ててみるだけでも全然、ね、あとこう手持ちの着物、ね、でもこれに持ってくる人もいますよ ね、 そ う、 ね、そういうの持ってきてもらえた方が、うんうん、あのもしね活用したいなら、ね、そうそう、でそれに合わせるね小物とかね、うん、多分ね、アドバイザーし、みんながアドバイザーになるから、お客さんですよね、そう、そう、ね、から本当無限大で、そう、いろんなね話が聞けるので、なんで、うん、あのあとはその身近に着物友達いなくてこう相談できないとかさ、うんうん、悩みがあるとかも全然 ね、 ね、お友達できるのでいいと思います。お洋服で行ってその場で着せてもらってっていう、うん、着物デビューでも本当に優しい方たちだから、ね、皆さんもご存知だと思います。どっちがゲストか分かんないね、しっかりしてるんですよ、いい、ね、美しく、うん、美しくて可愛くてね、本当素敵なんです、サダイモンさん、恥ずかしい、ありがとうございます、可愛い、よく私なんて仕切っちゃうの、いいこと、いいこと、いいこと、嬉しいね、3日間でしたっけ、2日なんですよ、土日、金土、あ、金土なんです、うん、じゃあ平日の休みだ、土日休みじゃない方もそうね、あの金曜はね、金曜ね、来れる方とかいたら、うん、なんかいつも金土とか日月とかで、うんうんうん、あの筑波のそうだね、筑波のイベント、その井出さんのね、うんうん、ところでやるときは、うんうん、いつもなんとなくなんか主婦の方とか多いので、うん、意外と平日の方が動きやすいっていう、ね、そうですね、土曜日ね、何かいろいろ入っちゃいますもんね、そうそうそう、やっぱ家族のね、うん、あれがあるからとかで。こう平日来たいっていう方の要望があって、うんうん、どっちか平日に入れたりしてるんだけど、うんうん、なんかそれで定着してる、うんうんうん、一緒に出るライチムちゃん大好き、デザフェスでも、うんうん、ちょっとだけあの党が違ったので帰り挨拶と、ね、そうそう、広いからね、今回結構暑かったって言ったんだけど、暑かった、すごい暑かった、人もなんかすごすごかった、土曜日が尋常じゃないよ、うん、結構人が来てた、尋常ではない、言い過ぎちゃったけど混んでた、ね、ね、でもお疲れ様です、いえいえ、そう、ライチムちゃんのやつ、ね、私もつけてて、羽織クリップとか、ね、なので本当にすご
いちむちゃんはね、なんか生き物係、生き物係本当に生き物部長だから、そうすごいよね、すっごい。これはクジャクさんだけど、うん、精巧な作りで、ね、すごい立体感、すごいよね。見てるだけで面白いね、うんうん、そう、見てるだけ、眺めてるだけ、いや眺めてるだけでもうね、かあのもうすぐ欲しくなっちゃう、欲しくなっちゃうんだけどね、すぐ買う。ライチムちゃん自体もすごい素敵だね、おしゃれだし、れで、いい、で生き物に対する知識と愛が半端ないので、そうね、詳しい、ほんと詳しい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。皆さんありがとうございます。でもいろんな生き物集結、いろんな生き物が多分そう、ね、集結するね、集結しそう、ね、この子も本当に、ね、ただなんか遊びに来るだけでもいいので、ね、うん、フラットね、フラット、うん、ね、多分美味しいものも何かしら食べられると、そうそう、あと金曜日はあの、うん、パンさん、あ、パンさんだ、あの 中華クレープなんだっけ、うんうんうん、なんか、ね、あれなんていうんだっけね、なんかすごく美味しいんだよ、美味しいんだよ、なんだかわかんないけど美味しいんだよ、誰とも同じ手の動きをしたかあのなんかね、結構ねボリュームがあるんですよ、クレープ、そう、なんか中も具材もね、中に具が入ってて、お肉入ってたりとかね、もちもちして、いろいろ想像してみるけれども、パンさんのキッチンカーが金曜日には来てくれる、キッチンカーも来るんで、はい、すごい、美味しいものは食べられるから、あとまあその中もカフェにはなんか飲み物とかもあるし、うんうん、いろいろ楽しんでいただければと、ね、うん、ね、はい、うん、すいませんね、なんかイベントの告知になってしまった。私もライチムコレクションまあまあ溜まってきます、ね、ね、私も溜まってる、そう、すごい溜まってきちゃう、うん、ね、楽しみです、ね、頑張ろう、私も頑張ろう。でも今日一個面白かったね、帽子から考えるみたいな、そう、帽子なんで、帽子ありきだもんね、うん、うん、でも人によって多分コーデのさ考えるのとかさ、その、ね、時によっても違うだろうし、うん、洋服の時も帽子から考える、うん、あ、だから着物もこっからこう、なるほど、ね、こういうね、この帽子だからこんな感じのとか、うん、帽子ででも方向性だいぶ変わりますよね、デザインで、うんうん、帽子が大好きで昔からなんかすごいいっぱいあるんですよ、帽子かさばりません、後ろかさばる、そう、ね、帽子そうそうだよね、そう、帽子重ねたりしてもね、なんかね、潰れちゃうからね、帽子の箱とかね、いっぱい、そう、みんなのコーディネートとかを見ると、あ、こう合わせればいいんだっていう、すごい、あ、でもそれはでも本当に私もいつもみんなの見て思う、うんうんうん、テンション上がりますよね、お着物の人たちとか、上にこうか、そうそうそう、わかる、そうだ、私何か、私でもやっぱこの着物着たいなってところからボンっていくから、うんうん、その時の気分、順番も半襟なに合わせようかなとかっていうのも、そう、適当半襟は、うん、初めの頃はね結構半襟から、うん、ああ、それもそう、この半襟、なんかいろいろ半襟で遊びたいって思って、うんうん、半襟とか足袋とかも柄足袋とか履いてたんだけど、うんうん、だんだん私はそこがシュッとあの簡単になって、うん、あの夏はこれ、うん、3パターン、冬もあの襦袢についてるやつそうそう、そう、私もそう、ついてるやつっていうやつにして、でそれがどんどんいろいろ合わせやすいやつに集約していくみたいな、そう、万能ちゃんたちが集まってて、そう、すごいズボラなんですね、でたまに、あ、でもやっぱどうしてもこれって時は頑張って、うん、そうつける、今日でもそれをやろうと思ってすっごい目立たくなって、うん、結局やめて白にこのクレープ貼っつけただけですね、白のやつに貼り付けただけ、両面テープ、そう、両面テープで、これはあのレーステープなんだけど、それをただ乗っけただけでね、素晴らしい、かわいい、でも私そう今日あのここを見てここに一手間今日アミコさんかけてるなって思ったここに一手間、何の手間でもないんだけど、いやいや、でも一手間かけてるなって、てか最近ね、あのね、あの黒が気に入りすぎちゃって、うんうんうん、最近ずっとそればっかしてるから、あいついつもあれだなってそろそろ思われてるなと思って着物が違うとあんまり気づかないかもしれないと、あ、本当、あ、そうか、猛烈ファンは気づいてる
あいつ、あいついつも入り変えてねえなみたいな。法律ファンなのかってなると恥ずかしいなとか思って、うんうん、でも反リサイクルってありますよね。なんか私も多分あの例えばインスタに載せてる写真とか、うん、あのしばらく同じ反襟あの何ローテーション、うんうん、2,3 種類でローテーションが続いてあ変わったなみたいな、うん、季節が変わるとそうちょっと変わるよね。私も結局そうなんか季節ごとにこう変わってってそのぐらいな感じでいいってことですね。なんかね、うん、いろいろ変えなきゃと思わなくても、うん、その日の気分で、うん、なんかでも変える気力があるので変えた方が楽しい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 だと思うんだけど、うんそうね、めんどくさいのそうなの。そうだ、私これそろそろこの夏になったからお決まりのこいつをつけようと思ってるんだ。その範囲に、あ、ここで合わせてるんですね。あ、こうあのね、これあのこれ吉銀さんからいただいたんですけど、あのでも短かった。あ、なんかあの長さはなくて、なんか幅があったみたいな感じだけど、うん、でもこれ使いたくてじゃあ半分で。あのね、半々にしようと思って、そう白と合わせて、そう使えなかった。結構短い端切れも使えますよね。うん、そうやって2個つないだりとかね。うんうん、実はこれ赤使って。可愛いレースのやつで。うん、これそこらで売ってる。レースコットンレース。コットンレースの布ですね。うんうん、私あのどうしてもトランプとか、うん、そういうなんか掛け事系が好きだから将棋今日、今日もだってトランプ。あ、トランプだ。今日もトランプ。あ、トランプだ。うん、昨日は花札。好きなうち。まあね、パターンが決まっちゃうんだけど、うんうん、面白いね、コーディネートの考え方とかも ね、うん、ね、着物のモチーフから広げていくね、うんうん、パターンとかね、うんそうで今日はね貞山さん来るから姉さん来たんです。私も私姉さんじゃないです。姉さんなんかお召し爽やかいいですね。なんとなくありがとうございます。なんでこっちも姉さん来てました。八王子姉さんですね。八王子姉さんなんですね。うん、このカピタン織っていう。本で読んだ。あ、このやつだ。そうそうです。一末に。ああ、すごい名声のね。いろいろあって、そのね、この、あの、この豆本がめちゃめちゃ、そう、うさぎ屋さんのね、名声豆本。これにこう、その産地の特徴みたいなのをいちいち書いてあって、これがね、意外と簡単にまとめられてて、すごい。わかりやすい。私も本、あの、机に挟んでありますね。すごいよね。そう、すごい。うさぎ屋。この間本当にその、うさぎ屋さんに行った時に、うん、あの時着てた、まあ、玉虫名線っぽいやつ、うん、それがつまりね、あの、秩父名線なんですよ、うん、ほぐし織りの。本当に、その、会った時にそれはほぐしですかって私聞かれて衝撃だったの衝撃だったんですねえ、やっぱさすが名声の産地はみたいなそうかそうかみんなこんなこと知ってねえんだみたいな、え、かっこいいと思っちゃって私も勉強してすぐそういうの言えるようになりたいってオタク心に火がついて、もう今日もだから名声だとそれはすごいそれは何だと思うそれで私今日見せようと思う、あ、今時間もね、全然大丈夫、こっちも長くなって大丈夫ですよ。これがほぐしだったやつで、一番最初ビジュアル撮影用に作ったやつが、それこそ柄がすごい綺麗に出てたんですよ。それがこのぐらいほぐし織りっていうやつ、平洋名線じゃないと大門商店のトレーができないんだ。そうなんです、このなるほど、伊勢崎名線はちゃんと公認柄通りですけど、ほぐし織りってなっちゃうと柄が全部沈んじゃうんですよ。確かにそうだ。そうなんです。これだけ見れば、なんかシックじゃないですけど、これの前のいい状態の生地を買ってるから、うん、ああ、こうじゃなかったみたいなのが。じゃあ、元の生地とはだいぶもう色味が違う。柄がやっぱり、柄が全然出てない感じ。名線可愛いですよね。そう、名線可愛いんですよ。すごい、やっぱこのね、トレイに向いてる向いてないっていうのが、その話は本当衝撃だったしね。面白い。
これを見てどうしてガラ消えたと思って、それこそうさぎ屋さんにその話したら折り方じゃないって言われて、うんうん、すごい平和名線が売ってるんだよ、子供さんは。かっこいい、かっこいい。でもこれもやっぱりこのさ、色味がちょっと変わってきますもんね。結構黒はグッと黒くなる。縁の布の色とプラスチックのこの色味がね、うんうん、違うね。なんか濡れた感じになるんですよ、樹脂を合わせるから。そう、濡れたまま固まって凝固するみたいな感じなので、でプラスチック樹脂がパンの、ね、粉みたいな、ちょっと黄色っぽいですよね。なのでよりに黄色みが強く出る。へー、黄色いよね。めっちゃ勉強になる、なるね。着物リメイクとちょっと見え方が変わってきて、それが面白くなったり、こういう風にこの生地ダメなんだって、生かせなかったり。トラック今暴走トラックか。トラック野郎が今一番欲しい。そうか、でも楽しい。でもそれはそれでかっこいいね。ね、そう、これはこれで、あとはその、これ帯だったんですけど、これは帯の裏側が全部糸通ってたんですよ、この。はいはいはい、実際のやつはこの鶴の絵しか出てないんですけど、この圧縮成形すると樹脂と合わせて濡れちゃうから 裏が全部そうで、複雑で綺麗。これも面白い、面白いね。そう、影みたいに、すごいですね。そうなんです。帯はなんか前あのやっぱ厚みがあるから難しいって言ってましたね。これはギリ大丈夫かなっていう厚みのやつで、なんかちょっと影みたいに面白くなるかなっていうので、面白い、面白い、いろいろなんかね、やってみないと。銘仙は関東特有のもので、はい、京都にはないと知ってから、ね、ことさらに銘仙愛が強くなりました。あの産地が、うん、そうね、ほぼ北関東ですね。そうだね、埼玉、まあ、あと東京、うんうん、八王子とか、うんうん、町の山の方で、まあ、ね、京都には逆にいい銘仙が、うんうん、あの作ったら行ってます。行ってるんだね、うん、ただ産地はないね。やっぱりなんか東京に近いっていうのがあったのかしら。なんかその銘仙について前調べた時に、やっぱりこの銘仙が爆発的に売れてからは、うん、その百貨店と結構つながって、うん、ね、百貨店がデザイン考えて、ね、うん、でそれで向こうで作ってもらってみたいなのがさ、うん、あったから、まあ、流通のこととかも、うん、あとでちょうどいい養蚕の産地、うんうん、ね、があったのかね。羨ましいっすよ、茨城ないから、ね、あ、そうそうそう、茨城はそうないんだよね、うん、有機紬とかだからちょっと違って、そうか、群馬出身で栃木に嫁いだので、なんか銘仙めっちゃ銘仙の申し子じゃないですか。ハイブリッド北関東ってね、茨城栃木群馬だと思ったけど、うん、そっか、そうでしょうね、銘仙産地ではないんですよ、うん、そうなんですね。なんかまあ埼玉の山、うん、東京の山の方と、うんうんうん、群馬と、そうだね、あそこに集中してる、ね、面白いね、いや羨ましいんですよ、ね、いいな、そういいなみたいな、ね、そうですね。ね、銘仙、はい、あ、そんな感じで今日だいぶ長くなってたので、ね、わちゃわちゃしちゃう、いいえ、今日は特別ゲスト、あの今後なんかイベントとかはね、何か今後はあの次のイベントは9月までないんですけど、6月中旬、今月中旬にこういうこの可愛いトレイたちが出るオンラインショップに新商品をたくさん追加するので、あの要チェックですね。要チェックで、あの可愛い子満載でお届けしますので、オンラインショップ9月中旬に出てください。6月中旬、ね、あ、私も6月って言ったよな。かなえもん商店さんの、まあ、インスタないしツイッター、ね、チェック、要チェックです、はい、要チェック。よかった、言ってて何も分かってない。あとは分かんなくなっちゃう、ね、いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、これでなってる。いろいろ裏を見えました今日。はい、で次回が、次回が6月の13日の予定。火曜日です。火曜日です。だからまあ、はい、ちょうどね、秘密基地の、あ、そうです、ね、直前になるので。あ、いいんだ、大丈夫です。いいんですよ、一緒に。
見てください。そう、そういう話とかね、そうそう、ううとか、あの全然関係ないわら人形の話とかするかもしれないね。また関係ない話をする率の方が高そうな気がする。だいたいいつも関係ない話してるから、今日はちゃんと結構着物にまつわったりね、そうですね、ちゃんとテーマに合わせてみたいなの着てきたりとかもなかなかないですからね。いつも別に特にテーマないからね。不思議とリンク、ね、なんかそうリンクするっていう。ぜひぜひまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、こちらのセリフです。ではでは、ダイモン商店さんをぜひみんなチェックするんだよ。チェックですよ。ではまたね。またね。ありがとうございました。関係ない話、あ、今日のコーデ、そう忘れてたね、やる。ちょっと触れたのに。じゃあゲストから、はい、ゲストから、はい、あのすいません。じゃあ地蔵さん、ね、あ、はい、私はどうやら多分伊勢崎銘仙らしい、らしい感じで、はい、これ本当にさ、本当保護者壁レオンになってた。全然気づかなかった。帯もなかなかかっこいい、派手です、ね、派手でございます。そう、最近この半襟だよね、私も。あ、そう。でもね、多分まだ3回ぐらいしか。かわいい。先週それじゃなかった？先週これだったかもしれない、うん、でも。うん、そう、かわいいなって。ダイソーの布。あ、ダイソーなんだ。ダイソーのインクジェットプリント。うんうん、かわいいよね。これの、 あの黄色いやつをよく使ってたんですけど、この。あ、じゃあ黄色をよく見てたのかもしれない。そう、黄色をよく見てて、うん、それの色を、これは最近買ったんですよ。ちょっとなんかあのメキシコっぽいなと思って。うんうん、かわいい。そうそうそう、いろいろ保護色。だこの、この派手なこいつらが目立たないって可愛いとか。私はただの名線。あ、でもこれね、前に来た時も思ったんだけど、うん、柄はさ、こう、あ、実は斜めなんだよって。あ、そうだ、ね、本当だ、ね、写真に撮って気づいたんだけど、やっぱり着ないと分かんないのかな、ね、仕立てなかなかうまいなと思って、うん、でなんとなくこれがね、こう四角なのでカードっぽいなと思って、うんうん、でトランプ、うん、でトランプです。最後ちゃんと言えてよかったよかった。よかった、すいません、忘れましたね。忘れましたね。ありがとうございます。あ、鹿がですねって言われた。そう。ありがとうございます。じゃあそんな感じで今日はおしまいになります。どうもありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ではでは。